今日はミントゥングスクに来ております。英子さん、かっこ仮名、はい、いかがでしたか今日は。そうですね、とてもすごく懐かしくて、優しい感じがしました。今日は玉城グスクと秘密の某所と、それから柿の花ヒージャーと、ここのね、ミントゥングスクですよね。はい。懐かしかった以外に何か感じたこととかありますか？なんか秘密の場所、ぼーっとしたって言ってましたよね。そうですね、今でも、はい、頭がちょっとクラクラしてます。エネルギーをすごくクラクラして、はい、強く感じました。どんな変化があるか楽しみですよね。そうですね、もうね、あのパートナーシップの後押しをするよって言ってくれたんで、はい、それが変わっていくと思うんですけど。ああ、楽しみです。やっぱりそのクラクラするっていうのは、この英子さん、かっこ仮名の方の、英子さんの、何か意識とかブロックとか、その辺を外してくれたみたいなんですよね。ああ、そうなんですね。それで何かが変わって、はい、こう出会うべきパートナーの方に出会いやすくなる、はあ、はい、そういう後押しをしてくれたみたいなんですね。へえ、はい、楽しみにしています。楽しみですね、はい。じゃあ今日はね、2回目の政治ガイドありがとうございました。はい、ありがとうございました、はい、また、このね、ミントゥングスクもいい感じなので、はい、お伝えすることがあったらこの後お伝えしようと思います。はい、よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。